はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ということで今回も早速アモングアスをやっていきましょう。今回も参加者10人の2インポスター、マップはボーラスでやっていくぜ。ってことで今回はクルーメイトだね。タスクモリモリモリ外だから早めにタスク済ませていきたいね。ラボラトリー方面にタスクあるし最初はそっちの方から処理しようかな。ただいつも思うんだけどボーラスの初動ってほんと迷うんだよね。オフィス直行とか初手右とか初手スペシメンとかどれがいいのかなかなかわからない。ほんとここ初動で死ぬ時は一瞬で死ぬよな。かっこ経験済み、とか言ってたら初動で緑さんがお亡くなりに、早すぎたし。遠すぎた橋みたいに言うな。早すぎでしょ。いやー早いな。ちょっと短命すぎじゃないですかね。セミに勝った人類としてギネスに乗れそう。お前も前瞬殺されてただろ。てかそんなことより死体ってどこですか？あー死体の位置は左の方、エレクトリカル前あたりなんですけど、ちょっと見ちゃったんですよね。赤色さんが緑さんを殺してるところ。なんすか、自分やってないですよ。自分そもそもそっちの方行ってないです。いやーでも見ちゃったんですよ。となると青色さんのセルフなのかな。まあ最悪ローラーで大丈夫ですけど。じゃあ他に青色さんとか赤色さんを見てた人とかいないんですかね。いやー周りには他に人はいなかったと思いますね。となるとローラーかな。とりあえず先に情報を出された赤色さんからで。まあしょうがないですけど、これで見間違いだったらやばいっすね。2対7。完全に理解したわ。本当は何も理解してなさそう。なめんな。さっきの投票結果見た？青に入れたのが2人で赤に入れたのが7人。それがどうしたんだよ。さっきの投票結果で重要なのは、人は迷った時に赤に入れやすいっていうメンタリズムの話じゃなくて、青に入ったのが2人ってことが重要なんだよね。どういうことだ？つまりさっき青に入った2票は2人のインポスターが入れてる可能性が高いってこと。1票は対立軸の赤色の票で確定として、もう1票は赤がインポスターだと仮定すると赤の相方が入れてる可能性が高いんだよね。まあ確かにその可能性はあると思うが、間違って入れたとかローラーの順番ミスったとか色々あるだろ。確かにそれはあるけど、もしそうだとしたら次の会議でローラー前に聞いてみればなのに出るはず。もしかしたらローラーがいらなくなるかも。はい、ローラーってことだと思うんで押しました。ナイスです。ありがとうございます。ただちょっとローラーをする前に皆さんに聞きたいことがあるんですけど、さっきの投票の時青色さんに2票入ってたと思うんですけど、1票は赤色さんとしてもう1票を入れたのって誰ですか？あ、ピンクは入れてないです。入れてないです。自分も赤色さんの方に入れました。やっぱ皆さん赤色さんに入れたって言いますよね。で、聞いた感じ誰も青色さんに入れたって人が名乗り出ないじゃないですか。ってことは、さっき青色さんに入った2票はおそらく2票ともインポスターの票。つまり青色さんは白ってことになるのでローラーは必要ないと思います。あーなるほど、確かに誰も名乗り出ないならそうかも。いやちょっと待ってください。これ黒アジさんが黒で相方の青色さんをかばってる可能性があるのでは。その可能性を拭いきれない以上ローラーは完遂するべきでは。確かに、黄色と青の2インポスターの場合は例外なんですけど、青に入れたって人が誰も名乗り出れないってことはその本人が自分が黒であるって自覚してるので、必然的にさっきの9は赤が犯人、つまり青は隠し色になれるぐらいにまでいけると思うんですよ。確かにローラー完遂した方が安全なんですけど、この推理が合ってるかはこの後のキルペースでも判断できますし、黄色と青のラインも、インポスター側がこじつけるなら両方とも容疑者に入れてハイペースでキル取らないといけないのでまず無理ですし、青に入れた人が名乗り出ない以上ローラーはいらないと思いますよ。じゃあそこまで言うならローラー完遂しなくてもいいんじゃないですかね。ですね、スキップします。ということで罪なき一般1000人の命を救いました。早くクルーを壊滅へ導いたかもしれないけどね。いや大丈夫大丈夫、先に犯人情報出したの青だったし、その青に2票入ってたんだからこっち視点ではもう青は1000人確定だよ。黄色視点で青が黒になる唯一の可能性として、初手青の赤を身内切りからの自投票で2票にしてローラーストップ議論になるのにかけたムーブしてるパターンがあるけど、そんな可能性オタク君に優しいギャルが実在するのと同じぐらい薄い可能性だしね。ゼロじゃん。そうなんだよ、つまり黄色視点青は隠しろ、ここでローラー止めれば盤面は白7人対黒1人、もうクルー側の勝利は確定したもんよ。正直この人数なら釣った方が安心できるしよくね。黙れ。とりあえずせっかく助けられたんだから青さんと一緒に最後まで生き延びたいね。生き延びたい気持ちもわからないでもないが、クルー側からすると早くキルされてくれた方が盤面固めやすいんだよな。泣いちゃった。とりあえず神殿図見てみたけど誰も死んでないし、停電無視してタスク進めちゃおう。俺で停電中にキル発生したら殺人幇助で前科持ちに。13班集めて数え100万目指すか。はい、配電盤前かその周辺あたりで青色さんの死体を発見しました。はい、直近のキルだと思います。神殿図に結構張り付いて確認してて、青さんは直前まで生きてました。神殿図周りにいたのは黒アジさんとお互い証明し合えると思います。ですね、自分も神殿図確認してたので直近のキルってのは間違いないと思います。じゃあピンク水色は直前一緒にスペシメンいたので無理ですね。なるほど、となるとアリバイなさそうなのってオレンジ黒なんですけど、紫さんって死体発見する前に誰かしらとすれ違ったりしました？いや、誰も見てない気がします。なるほど、となるとほぼ紫さんのセルフで確定かなと思うんですけど、一応今のキルで結果的にローラーも完遂されて、残りのインポスターが一人なのは他視点でも確定したと思うので、紫さんを超危険人物として置いといて一旦スキップでタスク進めてもいいと思いますね。とか言いつつ入れてんじゃねえよ。まあそうですね、一応ベントとかで逃げた可能性もありますしタスク進めましょう。じゃあインポスターさんには頑張ってもらって。
ってことでだいぶ盤面が詰まってきましたね。さっきのキルの容疑者は単独行動してた黒オレンジ紫の3人、そして心電図で直前キルってことが分かってるので限りなく紫が怪しいって感じ。自分は他視点からも隠しろってわけではないけど、さっきのキルにはアリバイあるし結構白に近い位置だからキルされないように立ち回らないとね。とか言いつつ停電中にウェポンタスクするやつ。まあタスク進めないとなんともならないし、紫さんに気をつけながら楽天タスクマンになろうかな。8秒に1人ぐらい増えてそう。うわ上から紫さん来た。距離置いとこ。ボイラーみたいな端っこでやられたら最悪だわ。さてと、オフィスで水補充するみたいなタスクも終わらせたし心電図でも確認しとこうかな。とか言ってたら黒さんの死体が発見されたな。てか今回死体に全く絡んでねえな。うーわ絡むだけ損だしそれでいいんだよ。はい、エレクトリカルから O2 に向かう通路のところに黒さんの死体を発見しました。停電直した時に人が集まってて、その後左に下ってった人が何人かいたのでそこら辺の人が怪しいと思ってます。あっ左の方下ってったのオレンジと紫です。ですね、右下のところからボイラーの方に入ってきた時に上の方から来る紫とオレンジを見てます。自分はその後右下に抜けてて、紫さんを部屋に残してった気がします。それはカメラで確認してます。ありがとうございます。ピンク白水色ができなさそうで黄色もまあ無理。となるとオレンジ紫なんですけどなんか動き的に人間じゃなかったので紫を押したいですね。そうですね、さっきのキルもですけど紫さんだいぶ怪しいんで釣っちゃっていいと思います。え、確かに左の方下ってったのはそうなんですけど、いやでも黒味さんと一緒に喋ってる最中に釣られるの無慈悲すぎて泣いちゃった。はい、ということで勝ちました。対戦ありがとうございました。何だったんだよこの試合。結局のところローラーは必要ないってことですね。諸説あり。でもこのままだと尺と言葉が足らないのでおまけ圏第2戦行きましょう。行きました。いきなりクライマックスじゃねえか。何があった。要約して説明すると、初日に紫と赤を2人それぞれキル、紫キルの容疑で緑の相方さんと水色さんのローラーが始まって、まず水色さんが釣られる。今回の会議で緑さんへのローラーを完遂しようってとこで、今は赤色さんキルの取り調べを受けてるって感じですね。なるほどな。それでその容疑は晴らせそうなのか。脱キルしちゃったから絶対無理。何してんだよ。バイタル周りにいたって言ってたのに、そこにいたはずの青さんとお互い視認してなくて、アドミン見たって言ってたのに他の人の位置の話を全然しないですし、最後に赤色さんと一緒にいたところ見てるので、多分赤色さんのキルの方は黒味さんで確定だと思うんですよね。そんなこと言われても。それでも僕はやってない。ちょっと待って、なんでローラーされてないの。なんでローラー完遂されなかったの。どうやら船員が間違ってスキップに入れたらしいぞ。どういうことなの。まあいいや、ローラー完遂しない悪いクルーたちには停電カチカチ侍でお仕置きしようね。停電カチカチ侍ってなんだよ。停電カチカチ侍ってのはね、こうやって配電盤に張り付いて一生停電を直さないように妨害しまくる誉れ高い侍なんだ。武士道のかけらもねえな。早く切腹しろ。はいじゃないが。ということでね、しっかりとローラーは完遂しましょうということです。このタイトルとサムネで結局その結論に至るのかよ。当たり前だろアホ。はい、ということで今回はここまで。他にもいろいろ動画上げてるのでよかったら見てってください。ご視聴ありがとうございました。